髪の毛とかそのままで大丈夫？あ、大丈夫ですよ。はい、うん。あんまり喋んなくても平気ですかね。すごいよ、なんか集中した空気だな。うん、弟子さんの時と違う。さすがにちょっとね、さすがにちょっと余裕がないかな。終わるかなっていうのは。あ、見てる人は喋っても集中大丈夫ですか。全然大丈夫です。大丈夫ですか。むしろ喋ってくれた方が。ね、教室やってる時最初びっくりしたのは、みんな喋んないで黙々書くんですよ。あ、俺なんか喋った方がいいのかなとか。なんか聞くと、いや、喋なくていいですって思う。最初はなんか、なんかどういう感じで来るのかわかんないから、うん、もっと会話があるのかなと思うんですけど、まあ、曜日によっても違うんじゃないですかね。あ、そう、耳大きい。はい、さっき絵を見て、うん、あ、私耳大きいだなと思いました。うん、耳大きいとかね、比較的外に出てる感じ、こう開いてる感じかな。奥に行ってるというか、子供の頃よく言われました。あんま触れない方がいいかな。いや、でもなんかいいんだよって言われて育ってきたので、そんなに別に自分でも、うん、気にしてるわけじゃないです、うん、改めて見て、あ、大きいんだなと思って、前に向いている。動物とかも描いたりされるんですか？動物をね、その学生の時に課題で描かされたりっていう、もうこの時点であんまり描く気ありませんっていう感じだけど、そうですね、確かに。そうそうそう、あんまりね、動物は、うん、うんっていう感じですね。あ、もう描けてもあんまり面白くない。学生の時だと、そういうのだと、実物を見て描くんですよ。なので、動くんですよ。そうですね、友達で描けないですよね。鶏とかだと盛大にもう泣きますよ。本当にコケコッコって泣くんだなって学校中に響き渡る。わ、結構大きい声ですよね。うん、かなりでかい。小学生の時にいました、中庭に。
います。鏡があったり。ああ、今日がそこに持ってきちゃう感じ。ずっとそこばっかり見ちゃいそう。まあ、一定するからいいかもしれない。鉛筆で下書き入れないでいきなり着色。あのね、入れちゃうと逆にそれが気になっちゃうんですよ。それ弱気になっちゃうというか、そろそろ鉛筆が消えないように書いていくとすごく弱い感じになっちゃうので、だったら絵の具で書いてくるみたいな。なるほど。だからまあそれはね、人それぞれ書き方あるので、きちんと下書きをして書いていく人ももちろんいるし、まあ日本画の場合だとそっちの方がポピュラー。だから最初にその下書きを書いて、その後骨書きって言って、まあ、墨で線を引っ張るんですよ。そこから絵の具を乗せていくみたいな感じなんですけど、この下図も一切線とか書かないから、先生がちょうどその下図をきちんと書かないとダメだみたいなタイプの人で、あのとつとつとなんか一生懸命書いた方がいいよって一生懸命言って、先生でもちょっと弱気な先生なんで、あの書きなさいとかでもそういうタイプの人じゃなかったですね。書くね、下図書くとさ、安心して書けるんだよって。あ、いいっすねっつって、めんどくさいっすよっつって、可愛げのない生徒がすごいます。今自分の教室の生徒さんには下書きは進む、まあそれはまあまあもちろん書きやすいやり方でっていうのもあるし、やっぱある程度慣れがなくて絵の具だけで書くのはやっぱそれは辛いので、それは全然やりたいようにやっちゃっていいよっていう話ですね。今日公開ですのイベントやってるのをご存知ですか？知らなかったです。知らないと思います。作品も見ることできますね。はい、久しぶりなのここでやるの。そうですね、3年ぶりですね。今度は間違いないじゃん。ここからも見えます？あ、大丈夫です。あと何分ですか？あと10分弱です。
5分ぐらいですか。何分前とかあった方がいいですか。そうですね。3分前です。はい、了解です。普通に喋っていいと思います。ここで喋ってる方が気になるよみたいな。
30分経ちました。おーい、お疲れ様です。じゃあまた10分後お願いします。はい、それに対して4時間でどこまで上手くなるんだろうって思ったけど、結構みんなサクサク覚えてるから。で、海外留学とかした人とか海外で活動したことのある人に聞くと、はい、日本人はやっぱりね、産業すごいあるんで、だからというかアジア系がやっぱりそういうのは得意っていうのは聞きますね。まあ企業なんでしょうね。そうそう、まあもちろんそれぞれの性格は出ますけどね。そうですね、性格はもう、だから俺なんかバサバサね、雑だってよく言われたし、お前はいいから丁寧にさえ書いてればいいって言われて、知り合い登場、はい、後から来られた方で、ご存じない方は一応、作品の撮影 OK で、先生が今描いてる作品も、撮影できます。ただ女優さんだけは、はい、撮影は NG でお願いします。動きが多分この後どんどん地味になっていくと思います。そんなところ。
時計はね、そうですね、あんまりなんか上のやつなんかも全部想像で描いちゃってるし、あんまりそのいわゆる風景画みたいな興味がないというか、昔からそうですね、なんか高校の時はやっぱ人の顔を描くのが好きでしたね。外人の方って書かれるんですか？外人はね、やっぱ書く機会は少ないですね。学生の時にそのなんだろう、書いたりモデルで来て書いたりとか、そういうのはあったけど、それもやっぱり基本的にはないですね。だから、まあ、やっぱ日本人で、あとはなんかいわゆる美術モデルだと、あの舞踏というか踊りの人が多いです、ね。だからまあ要はあのどっちかっていうとその人体なんですよね。体ある程度あの鍛えてるっていうか、そうそうそう、そういう人が比較的やっぱモデル会社も求めるし、まあ人体の行動を覚えるみたいなところもあるので、そうですね。だからあのポーズによってはものすごく辛い時とかってあると思うんですよ。あのプルプル足が震えてたりとかで重心かけたりとかやっぱりしてほしいから、そういう要望を出すと途中ですごいなんか足がプルプル震え出したりとか。そうですね、あれも結構きついかな。俺なんか学生の時に代わりバンコで友達と5分ずつぐらいクロッキーって言ってあのやったことがあるけど、もうなものすごくね、もううんざりしちゃいました。なんで絶対やりたくねえと思って。その顔でこう年が取った方でシワがこういっぱい入ってる方とか描く方もいらっしゃるじゃないですか、はいはい、ああいうのはどうですか？あのね、あのシワがあると、まあ、モチーフとして見た場合は取っかかりが多いから描きやすいっていうのが側面はあるんですよ、そうやっぱあのデコボコが大きい方がやっぱ陰影もつけやすいし、だからそういう意味で言うと日本人ってやっぱりペタッとした顔してるから、ちょっとまあまあそんなに描きやすい部類のタイプではないんだけど、あの外人とかの方が表示でやってて、俺はなんかいつもの癖であの資料としてその用意をしたりしてるんですけど、まあ、当然日本人の方が多いけど、外人描きたいとか子供描きたいとか言われる時ありますね、だからまあ描きやすいのは描きやすいけど、あとは絵にした時にやっぱりあのなんだろう、あの作品としてどうかみたいなところもあるし、自分のもちろんそれは好みもあるし、あの癒やしい話をすると売れる狙いもあるしっていうところもあるから、まあ、その辺考えたら、まあ、自分の場合はどういう視点で見てもまあ女性かなっていう感じですね。若い女性と。そうですね、年齢はね、でもね、そんなに気にはならないですけどね、書く側としてはね。学生の時なんか結構そう、あのモデルの人ってやっぱりその美術的な部分で見ると若くないとダメっていうのは特にないので、まあ、そうですね、普通におばちゃんだなみたいなのが来るって言われましたね。一回三段原のおばちゃんの人だけはね、卒業制作で描きましたけどね。あの後ろに置いてあるファイルの中に三段原の人がいるマニアックなモデルですね。
10分経過です。土田世紀の検索文。人の体のところまではいかなく、首元とか胸元ぐらいまでで大体終わらせる感じなのかな。そうですね、あんまね、顔を描くのがやっぱ好きっていうのがあるので、体も出した方がいいかなと思う時もあるんだけど、やっぱなんか、基本的に描きたいのは顔みたいな感じで、じゃあいいや、めんどくさいみたいな。絵としてはね、顔だけだと、ちょっと、なんだろう、もう一回体もあった方がいいって言われる時ありますね。顔の中のパーツで一番こだわったり好きだったりするとこってあるんですか？目ですね。やっぱり目ですかね。やはり、目のテカリの部分とか描いてあげるとだいぶ雰囲気が出るので、最初はやりすぎると少女漫画みたいな。それがあると前とだいぶ違いますね。そうですね。次に着想。描き終わった後にまとめてどうしようかなとか、もう結構何回も使っちゃってんなとか、どんどん作家によっては同じタイトルをつけたくないから、どんどんこれなんて読むのっていうパターンになってくる人います。でも俺はなんかやっぱり読めない漢字使ってもなっていうのがあるので、基本的には簡単な文字の中でってなると、やっぱりどうしても似たような感じに、ね、テーマというかそういうのが一緒だったりするから、余計にどうしても一緒になっちゃうみたいなところはありますけどね。だから、って思う時あります。作品が増えてくると、その数だけ。そう、タイトルが増えるので。最近はでもね、もう難しくなるぐらいだったら、いいや、同じタイトルでも OK。同じタイトルにするときはあるけど、それは管理するときに紛らわしいみたいなのがあるので、あの作品好きなんですよって言ったら、どれだみたいな。この間も教室で、そう、上の、和室に飾ってやったり、計算であれって大体ほとんどタイプ一緒なんですよ。第一想像。レイヤーって何の日？そう。第一想像がすごく好きですって言って、どれだどれだで、あれ以外にもあるので、他にそう。上のやつはね、まだまあ、似たような感じだから、まあ、あれだけだったら、あのタイプが好きなんだな、でもあるけど、そうじゃないと、本当に、わからん。こういう時紛らわしいなと。ね、でも数字つけても多分そこまでは言わないだろうから。何分ぐらいですか？あと5分ですね。はい、今15分経過します。はい。
あと3分です。もう一回。眠くなってきました。大丈夫かな？寝たくてしょうがないです。あと1分です。20分経過しました。はい、見えないって聞こえます。書いてるとこうやってくる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 右利きなので、この動きの方がやりやすいんですよ。これきついんですよ。なのでこことかだとこうした方がやりやすいみたいな。いいですね。
際モデルやってみてどうですかね。え、なんか、うん、すごい心地いいですね。なんだろう、なんかちょっといつもの仕事とだいぶ変わる、違いますね。なんかちょっと言い方あれかもしれないんですけど、うん、あの京都とかで座禅を組んでる。ああ瞑想か。そういう、なんか、はい、こんな喋んない仕事もあるのね。うん、何回ぐらい夕飯何にしようか考えてた。そんなことない。気になってた。え？見たい。ああ、それはそうだろうね。もう見たくてしょうがない。音が気になるよね。今どこで何を書いてんだろう。音がでもすごいいい。BGM で欲しい。じゃあ着信音かなんかに。何って言われる。あっち向いてこいみたいな。
ち向いてこれ強くなるね。いや、あのかなり弱いと思う。じゃあ、あと何分ですかね。まだあとまだ8分ぐらいです。はい、ありがとうございます。10分経過？あと10分経過した。あ、じゃああとまだ10分ありますね。
でも、何でもキャンやってないあと3分です。生活が潤ったらぜひ。ありがとうございました。じゃあ、タコさん、ここは取り壊しになっちゃいますので、そう、取り壊しです。取り壊し、はい、終了です。ありがとうございます。